タイツ部門の方の後半いきたいと思います、はい、2つ見ての投票同じでございます。参りましょう。タイツ部門 E の作品です。どうぞ。アートタイムでございます。何でしょう。黒と茶色で真ん中に青いタイツですね。あれね、形が単純にもう何かなっているのか。アベマリアね、いつも来ております。こちらもね、なんかちょっと表情もね、大体作品の表情になってるんですけども、あの奥のね、はい、はいはい、なんだこれ。なんだろう、青、黒、茶色、青ですが、あ、来ましたね。旅館で出てくるお一人様用コンロ。うわぁ、青い炎だ、確かに。はい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 。だからもう、はい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 、熱く熱せられてるからあの顔してるんですね。そういうことか。はい、あ、土鍋みたいな。ね、あの固形燃料ですよ。はい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 。はいはいはい。チャッカーまでこうつけてくれるね。ね、はい。コンロというね、タイトルでございました。確かに確かに。いやー、そういうことか。ほんまや、言われたら、うん、それや。そういうことでしたわ。開けるの楽しみですね、あの。楽しみですよ、ほんとにね。土鍋の。いやー、ちょっと、あんなの、マジで、どうやってやろうと思うの。旅館行ったんでしょうね、だから、もしかすると、ね、最近。何かで印象残ったからでしょうね。はい、さあ、それでは行きましょう。コンロに対します、タイツ部門 F の作品です。どうぞ。はい。火が通るの考えてるのかな。白、白ですね。え、あ、動きますね。あ、なんか怖いぞ。伸びてこの形ってことでしょうね。白いタイツでぐーっと伸びて、なんだろう。当然この白いとこだけでの作品なんでしょうが、うん、なんだろう、この感じ。なんだこれ。銀河。いやー、銀河だな。あー、なるほど、銀河だ、確かに。そういうことですか。はー。いや、銀河でしたわ。銀河だ。確かに。この中に光線、光を放つ星がもう山ほど入ってるんですね。何銀河とかではなく、やっぱりこういうね、うん、まあ、渦巻き、はい、アンドロメダだみたいなとかね、言いますよね。はい、はあ、本当だ、銀河だ、ね、餅かと思ったってね、白いもので伸びるとね、濃いのありますよ、うんうんうん、そんなもんじゃない。スケール感がやっぱでかかった、ね、確かにスケールでかかったな。ね、いや、旅館からの銀河の振り幅がこんな身近なもんから銀河まで。さあ、それでは良かったと思う、はい、どちらかに投票をお願いします。いや、これもいい戦いだな。コンロと銀河が戦う世界だいぶ振り幅ありますよ、これ。ここワンでしかこの対戦ないですからね、やっぱね。さあ、ちょっと見てみましょうね、はい、迷ってる方も決めてください。参りましょう。5、4、3、2、1、どっち。はい、銀が勝利でございます、はい、危ない。我々2人。さあ、ということで次でタイツ部門も出揃う戦いになります。参りましょう。タイツ部門 G の作品です。どうぞ。割とこうベージュなシンプルな色ですけども、ね、なんか表情がまた違うな。なんでしょう、なんだこれ。わかんないですけど、ちょっと優等生顔はしてますけどね、はいはい、中の表情としては、うん、何の作品なんだろう。いや、面白い顔だな、なんか。あ、いろいろモグラっぽいとかね、来てるんですけど、動きもこれでもう完成してるってことだもんな。ハッピーターン。いや、そうか、お菓子としては優等生ですよ。ハッピーターン、優等生ですわ、そら。確かにこのね、焼き目と、はい、あの粉の白い感じが合わさったら確かにこんな色かな。なんというか、この形ね、シンプルな、うん、いい形してますからね。はい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 、ハッピーな顔してましたわ。ハッピーターンでしたか。ハッピーターンか。ハッピーターンに対しますタイツ部門最後の作品になりますね。はい、H の作品です、うん、どうぞ。いいです、山岸くんです、覚えておいてください。え、ちょっと待ってください。これ動きがぐーっと、はい、うわ、なんか怖い。なんだこれ。怖いぞ。
またなんか真ん中に目玉みたいな、ね、ありますね。確実に一つ目の化け物感ありますけど、ああピンクの枠みたいなものは何だ、どこでもドアみたいな、どういう感じなんだろうこれ、なんだか何かでも色、あの色、この四角、そうですよね、何かグッと出てきてる感じなのかな、怖いな、なんかちょっと何これ、え、来ました、え、ドラえもん開けっぱなしのどこでもドアの向こう側から相当ドヤバいのがこっち側を伺っているあ、やっぱどこでもドアやったんや、あの色合いがそうだったんですわ、色合いが、いやそうか、じゃあ、え、これ架空ですか架空こんな想像意義があったわけではないですかねありそうだけどな、こういうのも、まあまあ確かにね、えいやー、ちょっとでも色合いとかね、はい、すごくどこで、ただ、はい、あんな一つ目のやば、はい、ね、タイトルはやばしでしたね、やばし、はい、でもなんかすごいですね、架空だとしてもちゃんと表現されてて、うん、そうですね、我々がなんとなくもう汲み取っていたっていうのを考えるとすごいことですけどね、いやー、よかったと思う、はい、じゃあどちらかに投票お願いします、はいはい、さあそれではちょっと見てみましょう、どちらになったのか、はシンプル対ちょっと想像力かきたてるね、うん、はいはい、参りましょう、5、4、3、2、1、どっちだ、あー、やばし、そうか 71%、 まあ確かにね、うん、ちょっとやっぱりこの後も期待しちゃうし、そうですね、ハッピーターンはねシンプルではあったので、うん、ちょっと戦いとしてはね、